ということでね、うん、もう真ん中にもうフレッシュな子がいまして、フレッシュね、もうちょっといただきつつ、エキスをちょっと、エキスをいただきつつ。ね、私とルカルンは実はちょいちょい事務所とかでね、うん、会ったりとかして、もう連絡先とかもゲットしちゃってるくらいなんですが、そうなんですね。どう、つむつむは。私はでもそれこそなんかライブとかイベントとかでよく一緒になって、うん、なんだか私は噂に聞いたんです、うん、彼女は私のファンだと聞いてしまった。私はあれ、え、ちょっとあ、そう、つむぎさん大好きです。ちょっとしんどい。嬉しい、超嬉しい、ありがとう。あ、ディスタンス Thank you。 超嬉しい、やった。そうだったんだ。作品とか見て。そうです。あ、きっかけの作品とかってちなみに何だったりするの。うん、そうです、バンドリー、チュチュ様ね、チュチュ様で、うちのチュチュがお世話になってます。ありがとうございます。嬉しいな、とっても。そうだったんだ。いい、じゃあ普通にファンとしてイベントとかにも行ったりとかしてて、そんなつぶつぶと同じ事務所に入っちゃったってこと？何これ、天国？嬉しいな。でも事務所で会ったりとかももうした？そうですね。ちょこちょこ当たりして。そう、まあ、どう、最初、一番最初の、一番最初、ね、どうだった、どうだった、本物、いや本物のつぶつぶはどうだった。いや、もうそのネットで見てた感じと同じで、はい、すごいなって、すごいな、すごいな、すごいな、すごいすごいすごいなって、すごいつぶぎさんいるなって。あ、私はここで生きている。生きてます。